岸沿いにですね、構造物のようなものが見えます。あれが沈められた船ですね。船が沈められた跡が確認できます。アメリカ軍がですね、港を作ろうとして船を沈めた跡だということです。港を作るため海に沈めたという船が島の隆起によってむき出しの状態に。硫黄島はですね、日本の中で、100時ある活火山のうちで一番その変化が激しい火山なんですね。一気に1ヶ月あたりに10センチくらい隆起するという、そういうことも繰り返してるんですね。特に今の時期は西之島、福徳岡ノ場、これからここと同時に活発化している時期だと思うんですね。大きな噴火が来る可能性はあると思うんですね。